皆さんこんにちは。こんにちは。市橋貴明です。本日は土曜日、しかも晴天という絶好のレジャー日和にもかかわらず、雨してないですね。かかわらずお越しいただきましてありがとうございます。私今日1時間という時間をいただいてますので、前半で、グラフをベースに日本経済の実情というものをご理解いただいて、その上で後半にじゃあどうしたいのか、どうするべきなのかという、そういう何ですかね、物語について語りたいと思います。私ですね、よく、中小企業診断士というのが一応本職ではありますが、今は作家で食べてますけれども、経済評論家というそういう呼ばれ方もします。黙ったことないんですけど、経済評論家ですよ、三橋さん。じゃあ三橋さん、日本経済ってどうなるんでしょうって聞かれます。その時私、そんなの知らないよ、どうなるかじゃなくてどうするかだろうっていうわけですね。大体私こういう冷たく返すんですね、性格的に。そうするとって思うんだけど、でもそんなの当たり前でしょ、どうなるんだろうっていう話じゃないでしょ。だって皆さん当事者でしょ。他人事のように言わないでください。皆さんが日本経済をどうするかについて考えてくださいという話なんですね。でもそんな個人の力だと小さいですから、どうにもなりませんよ。そんなことありません、そんなことありません。結局日本経済って皆さんの一人一人の活動の集合ですから、集合ですから。別に偉い政治家が何をやれとかやってね、それで動く、そういう国もあるけど、日本は違います。日本はどちらかというと政府が何にもしないで民間がバリバリやってる方がこれまでに成長してきましたし、これからも多分成長していくでしょう。ただし今の状況で民間がガリガリ投資をしますか、個人がどんどん消費をしますかというと、残念ながらそうなってない、データ的になってないですね。これなんでか、遡りますと、バブルなんです。バブルが崩壊したから。でバブルが大体ですね、これバブルが崩壊するというのは歴史上何度もありまして、バブルが一回崩壊すると大体 2,30 年は借金をしないんですって、みんな、特に企業の経営者さん。これは何でか、要は怖いんですよ、怖いんです。一回はバブルが崩壊した時に大体資産の価値が暴落して、それで借金だけが残るわけです。これはどんな国もそう。でそれを返すっていうね、作業しなくちゃいけないので、そういう痛い目に遭うと大体一世代は借金を増やそうとしないそうです。で日本はバブルが崩壊したのが1990年ぐらいなので、2010年から2020年ぐらいまでにはまではガリガリ行くことはないかな、民間がね。で、だからその結果今デフレなんですけれども、デフレって要はみんなの支出、お金を使う、これが少ないっていうことなんですね。それは今から説明しますけども、でなんで少ないのか、いろいろ原因あるんですけど、一つはやっぱり個人、一番お金を使うべき個人が、皆さんが将来に希望を持てないっていうのは大きいんですよ、大きいんです。でそれなんでかというふうに考えたときは、これはもう理由は簡単です。マスコミ報道ってやつですね。マスコミ報道というやつがあるわけです。最近流行りのフレーズで、私これ絶対来るなと思ったらやっぱり来ました。日本政府はギリシャのように財政破綻するっていうのがある。こういう言葉絶対テレビでみんなが言ってますから聞いてると思うんですけども、ギリシャってすごい国なんですね。何がすごいか、まず政府の借金が7割が外国から借りてる、それはいいんですよ、それはいいんだけど、それ何に使ってたか、年金と公務員の給与なんですよ。すごい。で年金、ギリシャの年金ってすごくてですね、まず受給年齢が58歳、さらにどのぐらい年金もらえるか、現役世代の 90% 以上、すごいでしょ。しかも公務員って労働人口の4分の1が公務員、それもすごいけど、手当がこれまたすごくって、大体月の、毎月の給料の3ヶ月分とかこう渡す。でその金をギリシャ政府がどっから持ってきてたのかっていうのが外国なんですよ。具体的に言うとフランスとドイツなんですけど、フランスとドイツからユーロ建てでお金を借りてそのまま国民に渡してたんです、支払ってた。それで今大変なことになってますけど、これは当たり前でしょ、当たり前でしょ。いや、例えばこれね、大事なポイントは、公務員への給与とか年金とかって、それは個人はもらった個人は喜ぶけど、
経済成長とは何の関係もないんですよ。ないんです。そのまま貯蓄で眠ってたら、GDP 1円も増えないんですよ。そうじゃないでしょうと。もしギリシャが、例えばフランスは、ギリシャに8兆円お金貸してます。実はこのぐらいなんですけど、そのお金を景気を拡大させる、あるいは経済成長するための投資というものにお金を使っていたら、結果的に経済が成長していって、今のような状況にはならなかったはずなんですね。ギリシャ一番良くないやり方ですか。要は外国からお金を借りてあげく、手当てというもので支払ってた。で、この手当てというのは恐ろしいもので、要はもらってる方からすれば特権なんですよ、はっきり言って。それで何が起きるか。まあ、その手当を削減しようとすると、猛反対が起きるんですね。当たり前ですよ。で、今年金58歳で受給開始だったんだけど、まあ68歳に上げたんですね。まあ、それでもデモとか起こってますけど、もっとすごいのが公務員の方で、公務員の組合っていうのがものすごく強くてですね、力が。それギリなんですよ。で、一つの、公務員の組合と、労働組合と、もう一つの民間の労働組合、まあ二つ。二つの労組が動くだけで、労働人口の半分が動くんですよ。日本でいうと3300万人がデモするってことですよ。それが実際に何回も起きてるね。で、何を、なんでデモしてるか。要は反対してるわけです。ギリシャ政府が、例えばさっきの公務員の手当 2ヶ月分、3ヶ月分をやめますとかね。給料削ります。年金を減らします。受給年齢を遅くしますと言うと、猛反対してるわけですね。で、そういう政治的圧力。だってあれですよ、労働人口の半分が軽く動くんですからね。それに耐えられる政治家っていませんから、結局ズルズルとなっています。という話なんですけど。しかも、今回、もう危機が破綻という形になって、IMF と欧州がお金を貸すという形で、まあ支援したんですけど、しようとしてます。まあ1回目したのかな、したんですけど、その条件が緊縮財政。要は日本の財務省が大好きな、お金を使うのを削って、そして返してくれるという話なんですね。まあそれ自体は真っ当だからいいんだけど、で、それに反対するデモがわーっと起きてるわけですね、今。そして、その反対デモの先頭に立っているのがギリシャの財務省の役人さんたちですから。これでどうするって言うんですか、高橋さんね。それだって財務省の役人だって公務員ですから、当然自分たちの手当が減らされる、猛反対と。そういう国だってことなんです、ギリシャは。で、よく朝日新聞は、国の借金について将来世代のツケの先送りって言いますよね。まあ日本については当てはまらないと後で説明するけど、ギリシャについてこれ当てはまっちゃうんですよ。恐ろしいことに。よく考えてみてください。今皆さんが政府から年金とかをもらいましたと。公務員の給料をもらいました。今の皆さんが。そして、その財源が外国でした。まあどこでもいいですよ。アメリカでもどこでもいいですけど、アメリカから借りて皆さんに払いました。10年後、破綻しました。じゃあ、緊縮財政ですね、と言った場合に、誰が返すのか。皆さんです。で、誰に返すの？アメリカです。ということで、過去に皆さんが所得移転という形で受けた恩恵、ベネフィット、まあお金。それを将来外国人にキリキリ切り詰めて返すよっていう話なので、ギリシャの場合は見事に朝日新聞式の将来世代への知見の先送りになってるわけですね。なってますか。で、日本の場合どうかという話なんですけど、日本の場合は、まあこういう、これ日本の国債の保有者別仕分けなんですけど、まあ見たことあると思うんですけど、多分。誰が政府にお金を貸しているか、あるいは政府が誰にお金を借りているか、36.4% が民間銀行なんですね。まあ民間銀行で国内の民間銀行。で、19.8% が生命保険、損害保険。12% 社会保障基金。これは政府ですね。国民年金とか厚生年金。で、日銀、年金基金。企業ですね、これ。企業年金。やっと外国人が 6.1%。まあ、なんか 94%。日本の国内の機関投資家、もしくは、個人。まあ、個人ってこれだけしかないんですけど、5% だけ。ただお金を政府が借りてるわけです。で、これを、将来返すときに、まあいいでしょ。財務省方式で、朝日新聞方式で、皆さんが徴税して、税金で取って返してもいいですけど、誰に返すの？言わない。例えば、ここに 5.3% の家計が国債を持っていた。まあ、政府がお金を貸してた。将来それが返ってきたときに誰が返してもらったのか、家計なんですよ、日本の。で、これ、まあ、例えば民間銀行にしても、生命保険にしても日本の会社なので、
まあ日本の、まあ徴税して国債返したいんだったらやってもいいですけど、日本の国民から税金を取って、日本の企業に返しますっていう話なんです。これで、将来世代の、への付けの先送り、ギリシャの話とは全然違うでしょうって話なんです。ところが、これが怖いなと思うんですけど、要はギリシャは、朝日新聞式に言うとね、テレビ朝日式に言うと、ギリシャは、国の借金残高が GDP の 100% ぐらいだった。それで破綻した。日本は国の借金残高が GDP の 200% 近い。だから破綻するっていうね。こういうさっき今言ったような話、全部無視なんでしょ。誰から借りてんの、誰に貸したの、あるいは何に使ったのって話。で、何に使ったのっていうのが多分かなり重要かなと思います。まあ、ギリシャの問題はどうせ日本とはっきり言うと、なんでしょう。全く違うので参考にもならないんですね。で、一つポイントがあるとしたら、さっき言った手当系。手当系というのは非常に良くないなと思っています。なぜ、今の日本の問題というのが、そもそも、デフレギャップというものですよね。デフレですというのが問題です。これに反対する人はあまりいないと思うんですけど、デフレって何ですか？日本経済が本来持っている供給能力、物を作ったり、サービスを供給したり、提供したりと、そういう能力に対して、現実の、需要が小さすぎる。まあ、需要って何か、GDP なんですね。で、この差がある。この差がある。この差がでかい、という話。で、この、現実の GDP って何ですか、というのがこれですね。まあ、その、さっきの縦棒を横にしただけなんですけど、これは何、日本の GDP、2009年なんです。名目 GDP。まあ、500兆円あったんですけど、ね、2008年まで。随分下がってます。下がってます。まあ、デフレ、リーマンショックというものがあったからなんですけど、で、左から個人消費。結構大きいでしょ。で、民間投資。政府の支出というのが三大、支出項目ですね、GDP の。で、輸出輸入はどこに行ったの？これ一応あるんですよ、この輸出輸入は。準輸出っていうのがあるんですけど、ちょっと小さくなっちゃって見えません。で、まあ、要は、日本の GDP って個人消費と民間投資と政府の支出からできてるわけです。はっきり言って。2009年はね、少なくとも。そこで皆さんにそれぞれの意味について考えてください。簡単ですから。個人消費。皆さんが使ったお金です。皆さんが使ったお金。民間の投資。企業が設備投資とかで使ったお金です。政府の支出。政府が使ったお金です。ということなんです。で、私、こういう話をするときに、バリバリに定義をします。何でもします。まあ、それは、さっき、いないですね。いないけど、幹事長が言ってた話ですね。要は、そういう定義をきちっとしなければ、問題の認識もできない。そうである以上解決できないでしょうというのが私の立場ですから全て定義します。じゃあ GDP って何ですか？個人消費、民間投資、政府支出の合計です。という話。じゃあ、個人消費何ですか？皆さんが使うお金。民間投資、企業が使うお金。で、政府支出、政府が使うお金です。じゃあ、経済成長って何ですか？という話なんですね。経済成長って、経済を成長させることじゃないですからね。それ日本語をバラバラにしただけだから。そういう話じゃなくて、きっちり定義すると簡単です。GDP を増やすことですよ。GDP を増やすことが景気対策であり、経済成長なんですね。で、これもお分かりでしょうけれども、民主党政権だけじゃないんですけれども、その前の自民党政権の一部もやってましたけど、無駄の削減、非常に言葉がいい響きです。で、まあ、皆さんじゃあ無駄の削減しましょうと。支出を切り詰めて貯金残しましょう。いいでしょ。皆さん個人がやるのがいいでしょ。でもそれをやると間違いなく、この個人消費減ります。実際減ります。当たり前ですよね。お金を使わない人が無駄の削減だから。企業、無駄の削減やりましょう。民間投資が減ります。という話です。そして、今の民主党、困ったことに一部の自民党の議員もまだ言ってますけど、無駄の削減をしましょう。じゃあ政府の支出が削られますね。要は政府がお金を使わないようにしましょうね。だからここが減りますね。どうするんですかって話なんですよ。どうするんですかという話。これですね、よくよく考えてほしいのは、いつも別に無駄の削減が悪じゃないんですよ。これさっきデフレギャップという形でお見せしましたけど、こちらが今の供給能力です、日本の。こっちは現実の GDP です、需要です。で、これの差があるので困ってます。デフレギャップ。ということでデフレになってるわけですけど、ここで、
政府がバリバリ支出を削ったらこれが減っていくだけだからデフレギャップ悪化するでしょ。そんな当たり前の話で、そうじゃなくて、そうじゃない状況っていうのもあるわけです。需要が大きくなっちゃって、あるいはこっちが減ってるんですけど、この赤と青が逆転してる時、高さが現実の GDP がここより大きくなっちゃってるって時は供給が間に合わないってことなんですよ。生産やサービスの供給が間に合わない、そういう時にまさに無駄の削減をやるべきなんです。政府はもう金使わないということで、これがここまで伸びていたら、これの一部が政府の支出なんだから、それをガリ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 削っていけばいいわけですね。そしてバランスすると。要はインフレの時にやりなさいということなんです、無駄の削減は。デフレの時にやっても、ただ問題が悪化するだけでしょう。という話。で、どうやら、今の面白財務大臣さんは、その財政出動が必要ですと。つまり、ここを膨らます必要がありますよというだけはようやく理解したようなんですけど、ちょっと前までね、この政府の支出をガリガリ削ってって、官僚さんに、ハンさん、そんなことやったらマイナス成長になりますよって言われて、無駄の削減でマイナス成長ってどういうことって言って、そういう人なんですけど、まあ、要は何も知ってなかったんだけど、今は理解して、みそと遅いですね、何度も言ってる勉強して、覚えるまでが。片山さんもそうだけど、ここは膨らませましょう、ということは分かった。これは理解した。で、財政出動をしましょうよ、ということなんだけど、じゃあそのお金どっから持ってくるのっていう話が消費税の増税ここを減らすでしょ、消費税の増税は。ここの個人消費を痛めつけて政府の支出を増やして何をしたいんだ一体という話なんですね。で、民主党この何でしょう、私式に言うと GDP を削って景気対策するっていうのが大好きで、発想的に前やってたのが、まあ、今もやってますけど、子供手当、まあ、子供手当ね、私はっきり言いますけど個人消費への拡大効果がゼロな流行はないんですよ。全然ないんです。ないんだけど、まあ低いなとは思っています。今の状況を見ていると。プラス問題なのが、その財源が公共投資の削減。ここね、公共投資。これをガリガリ削ってこっちに持ってきますよって話なんですけど、まあ、うまくいけばいいですね。まあ本当に他の国のことだったらね、それで済ませたいんですけど、まあ、残念だけど済ませられないので、こういうことやってますけど、そういうふうに何かを削ってどっかに持ってくるって発想が大事なんです、彼らは。ただそれで、景気対策とか経済成長を達成した国って歴史上ありませんからね。ありません。それは当たり前でしょって話。なぜここを削る、あるいはこっちを削るって話なんです。要は借金借金というのが、ずっと民主党も言ってたので、引っ込みがつかなくなってるんでしょうけども、さっきギリシャ、外国から借りてたお金、政府が。でまあ8割、7割かな、76% くらい外国から借りてた。具体的には、ドイツとフランス。フランスの方です、ちなみに。それと日本は全然違うでしょうっていうのをまず理解しなくてはいけない。で、日本のこれが金融、全ての純資産、金融資産を集めたバランスシートです。左側が上から政府、金融機関、一般企業、家計、まあ、NPO の資産。右側が政府、金融機関、一般企業、家計、NPO の負債ですね。負債。借り入れということです。で、まあ、財務省が問題にしたのはここなんですね。もう1000兆円ですね。目前ですね。まあ、次の発表の時に超えると思うんですけども。で、まあ、これ別に大した話じゃなくて、なぜなら、このお金を貸してるのって、まあ、国内の金融機関なんです。で、国内の金融機関がなぜお金を貸すかというと、今日はこういう話なんですよ。これ、下が、赤い部分が、国内の金融機関の、まあ、銀行とかですね、主に。預金残高なんです。皆さんの預金、こんな書いてます、実は赤い中に。皆さんが銀行に預金をすると、この赤い部分が増えてくるんです。なぜなら、預金って銀行にとって借金なんでしょう。だって金払うでしょ、皆さん。で、返してくれ。まあ、引き出しですかね。引き出しに行くと返してくれる。まあ、そういう負債がこうあるんですけど、それがね、どんどん溜まってってるんです。で、なんか、物のわからない、なんとかという教授さんとか、なんとかという評論家さんとかは、貯蓄率が下がってるから国債を買えなくなるうんぬん言ってたけど、貯蓄率うんぬん以前に実際増えてるわけですよ。銀行預金が。これなんでかと、皆さんがお金使わないから。あるいは企業がお金使わないから。で、銀行のビジネスモデルって、私たちから借り入れという形でお金を集めて、それをこちらの青い方、貸し出しと。いう形で他の人に貸して利回りを稼ぐのが仕事なんですね、銀行の。で、見ていただくと分かるんですけど、これ1989年、ここが1998年。それまでなーっとね、こう高めにいってたのが、そこでストーンって貸し出し金が減っちゃったんです。
銀行からの貸し出し金が減ったんですね。これすごいことで、というか怖いことで、要は民間企業がもうお金借りません、あるいは住宅ローンも組みません、でどん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 お金を借金を返済するというのがここから始まったわけです。で結果それでも銀行には容赦なく預金が溜まってきますので、貸し出しきれない預金、この網掛けの部分、これを預金強化額って言いますけど、これが溜まってったんですよね。溜まってったというか今も溜まってます。この預金強化額、名古屋市長の川村さんがものすごい見事に、命名してましたね。過剰貯蓄、過剰貯蓄、これが問題なんです。結局日本の問題って要は過剰貯蓄があるから国債金利が今こんな状況なんですね。これ国債、各国の国債金利、このグループがずっと離れたところを下がっているのが日本 2% 未満ずっと続けてるんですよ。皆さん金利が安いときって嬉しいでしょうし、個人はそれでいいでしょうけど、国家はそれで困るわけなんです。なぜかというと、国債金利が 2% 未満ってことは、他の国と比べてそれだけ民間がお金を借りないってことなんですよ。民間の家計でも企業でもいいですけれど、民間の企業とか家計がきちんとお金を借りてくれれば、銀行は国債買う必要なんかないんですよ。まあこれが生じない。この過剰貯蓄が生じないということなので、別に国債なんか買う必要ないんですよ。金利をいっぱい払ってくれるところにお金貸し付けた方が得ですから。ところが現実そうなってない。なんでか。でもデフレだからです。あるいは不景気だからです。という話なんですね。で、不景気とかデフレの時に、企業がどんどん投資をするわけがない。あとマスコミがですね、日本経済破綻破綻破綻と煽るから、個人だって気持ちが萎縮しちゃうでしょ。そうするとお金使わないし。お金使わない人も現金でそのまま持ってる人はいなくて、普通は銀行に預けますよ。その結果がこれなんですね。どん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 こう、預金が溜まってくる、銀行の手元に。でも、銀行はそのいっぱい、こう、溜まっていった、なんていうんですかね、強制借金。強制借金を貸し出し先がないので、この運用、預金超過額というのが溜まっていって、そして国債を買うしかないですよ、という状況になっている。要は、なんていうか、こういうことになってるから、デフレだからでしょという話なんですね。デフレだからでしょ。大元の問題はデフレですよということなので、借金残高を生んで、はっきり言って、国家の負債とか、そういうのを絶対額で見てもあまり意味がありません。なぜならば、金利がこう、まあ今、日本は、大変、低い、寂しい金利ですけど、これが上がったらどうするんだ。国債をすりすぎて、政府がお金借りすぎて、もう上がったら、中央銀行に国債を買い入れてもらって金利抑制すればいいだけなんですね。そうするとインフレになるじゃないかってすぐ言われるんで、いや、インフレにするのが目的ですからって私言うんですね。インフレにすればいいよ、最後は。で、ギリシャ、問題のギリシャは、この国債金利がガーッと上がってきました。ここ1ヶ月ぐらいで、最高確か 14% ぐらいまでいったんですかね、ギリシャの国債金利。なんか買いたくなってるでしょ。1年間で 14% 金利つけてくれる、ギリシャが。それでも買わないの、投資家が。で普通そこまで金利が上がる前に中央銀行が国債を買い入れて金利抑制するんですよ。日本だってやってますし、アメリカとかイギリスもやってますけど、ギリシャはユーロ加盟国だったのでそれができなかった。欧州中央銀行に金利を抑制する機能を私やってたんですね。自分では何もできない、まあ、そういう状況だったので結局破綻という形になったんですけども、このギリシャと日本を一緒にするのやめてくれという話なんです。でしかも一緒にしている時のレトリックがたった1個だけ、政府の負債残高を GDP と比べてギリシャは1倍、日本は2倍、だから破綻する、真面目にやってくれよって本当に言っただけですよね。そうじゃないと問題の正しい認識ができません。マスコミはいいですよ、煽ってればさ、それでお金もらえるかもしれないけど、でも評論家だってお金もらえるかもしれないけど、迷惑を被るのは私たち国民なんですから、国民に正しい情報を伝えるのが本来のマスコミの仕事でしょうし、あるいは政治家の役割でしょうと。ところが誰もやらない。で、問題の認識がみんな間違ったっていうので、これは問題解決するわけがないなと思いました。ところが私って、こういうのって別に、だからダメなんだって思うことは決してなくて、単にニーズだと思いますから。要はそういう正しい情報を皆さんにお届けしていけば、これはビジネスになるだろうし、あるいは就業力。票を何でしょう、獲得するというか政治力にもなってくるだろうと思ったので今やってるわけなんですけれども、
ちょうど30分なので、ここから滝の話をしたいと思うんですけども、実は滝の話と過去の話なんですけど、これですね、恐ろしい図が1枚あります。これ、日本の自殺率と失業率と平均給与、これ、1980年を1として、そこから2008年までを見たものです。これ、まず緑の線、見てください。1998年に平均給与がこう落ち始めてるんですよ。平均給与落ちてってるんですよ。98年以降、日本って。さらに失業率。まあ、この辺から、まあ、悪かったんですけど、ここでドーンっていきなり上がって、まあ、戻ったんだけど、98年水準にまで戻ってない。一番怖いのはこの青い線。自殺者数。98年にそれまで2万人だった、台だった自殺者が3万人いきなり跳ね上がったんです。それからずっと高止まり。普通に考えて、幸せな国家って、給与水準が上がり続けて、失業率が低く抑えられて、そして自殺者が少ない国でしょ。これに反対する人はいないと思います。でも残念なことに、98年以降の日本は、真逆の状況になっているわけですよ。で、なんでなっているのか。もちろん、97年に橋本政権が緊縮財政を始めたからなんですね。ただし、まあ、過去、まあ、昔はですよ。昔は、例えばこれを見たら、ぎょっとしますよね。特にこの青いのが、ポーンって跳ね上がってるの。いきなり自殺者が増えた。こういうのって、知らなかったわけですよ、情報として。あと、マスコミが報道しなかったら、私たち知る手段がなかったので。ところが今、インターネットでですね、この、ちなみにこの図を作るのに私かけた時間で15分。15分でできる。15分で、インターネットの各官庁のホームページにデータを取りに行って、参加者から取ったのかな、これ警察庁と国税庁と、総務省かな、あ、統計局ですね。統計局から取ってきて、それを、パパパーとエクセルでまとめて表にしてると、15分。15分でできる。で、これ、橋本政権の時は、多分1ヶ月とかかけてたはず。そういうような状況で、状況が今変わってきてるんですよっていうのを理解した上で、動けばいいのかな、と思います。結局、日本の問題って何かというと、まあ、GDP が足りないことなんですよ。GDP が足りないこと。じゃあ GDP を増やすために政府の財政出動をしましょうよというと、いや、もう日本には投資をするところなんかない。国民の生活水準も高いから、みんなお金使わない。言いますけど、そういうのは思考停止って言いますからね。思考停止です。そんなものはですね、全く同じことを大恐慌になる前のアメリカが言ってたんですよ。全く同じこと言ってました。もう文明は極みに達したと。これほどの経済、ここから伸びることはないだろうと言ったわけですね。株価も絶頂だったので、株価もこれ以上上がることはない。というような、そんなね、風潮があったんですけども、まあ、別にその後普通に、成長していきますか。これは誰か。その時ちょうど、大恐慌の前の話でしょ。大恐慌の前。アメリカが覇権を握ったんですけれども、世界の。まあ、第一次世界大戦が終わったと。その頃に、アメリカが、新しい文明っていうのを生み出したんですよ。それまでとは全く違う文明。何か。ガソリンで動く自動車の文明です。まだ言ってますけど、無駄の削減をしましょう。政府の支出が削られますね。要は政府がお金を使わないようにしましょうね、そこだから。ここが減りますね。どうするんですかって話なんですよ。どうするんですかという話。これですね、よくよく考えてほしいのは、いつも別に無駄な削減が悪じゃないんですよ。これさっきデフレギャップという形でお見せしましたけど、こちらが今の供給能力です、日本の。こっちは現実の GDP です、需要です。で、これの差があるので困ってます。デフレギャップ。ということでデフレになってるわけですけど、ここで政府がバリバリ支出を削ったらこれが減っていくだけだからデフレギャップ悪化するでしょ。そんな当たり前の話。で、そうじゃない状況ってのもあるわけです。需要がこう大きくなっちゃって、あるいはこっちが減ってるんですけど、この赤と青が逆転してるとき、高さが。現実の GDP がここより大きくなっちゃってるってときは、供給が間に合わないってことなんですよ。生産やサービスの供給が間に合わない。そういうときに、まさに無駄の削減をやるべきなんです。政府はもう金使わないということで、これがここまで伸びていたら、これの一部が政府の支出なんだから、それをガリガリ削っていけばいいわけですね。そしてバランスすると。要はインフレの時にやりなさいということなんです、無駄の削減は。デフレの時にやっても、ただ問題が悪化するだけでしょう。という話。で、どうやら、今の面白財務大臣さんは、その財政出動が必要ですと。
つまりここを膨らます必要がありますよというだけはようやく理解したようなんですけど、ちょっと前までね、この政府の支出をガリガリ削ってって官僚さんに、ハンさん、そんなことやったらマイナス成長になりますよって言われて、え、無駄の削減でマイナス成長ってどういうことって言ってそういう人なんですけど、まあ、要は何も知ってなかったんだけど、今は理解して味噌と遅いですね、何度も言ってる勉強して覚えるまでが片山さんもそうだけど、ここは膨らませましょうということは分かった、これは理解した。で、財政出動をしましょうよということなんだけど、じゃあそのお金どっから持ってくるのっていう話が消費税の増税ここを減らすでしょ、消費税の増税は。ここの個人消費を痛めつけて政府の支出を増やして何をしたいんだ一体という話なんですね。で、民主党この、なんでしょう、私式に言うと GDP を削って景気対策するっていうのが大好きで、発想的に前やってたのが、まあ、今もやってますけど、子供手当、まあ、子供手当ね、私はっきり言いますけど、個人消費への拡大効果がゼロな理由はないんですよ。全然ないんです。ないんだけど、まあ低いなとは思っています、今の状況を見ていると。プラス問題なのが、その財源が公共投資の削減。ここね、公共投資。これをガリガリ削ってこっちに持ってきますよって話なんですけど、まあ、うまくいけばいいですね。まあ、本当に他の国のことだったらね、それで済ませたいんですけど、まあ、ダメだけど済ませられないので、こういうことやってますけど、そういうふうに何かを削ってどっかに持ってくるって発想が大好きなんです、彼らは。ただそれで、景気対策とか経済成長を達成した国って歴史上ありませんからね。ありません。それは当たり前でしょって話です。なぜここを削る、あるいはこっちを削るって話なんです。要は借金借金というのが、ずっと民主党も言ってたので、引っ込みがつかなくなってるんでしょうけども、さっきギリシャ、外国から借りてたお金、政府が。まあ8割、7割かな、76% ぐらい外国から借りてた。具体的にはドイツとフランス。フランスの方です、ちなみに。それと日本は全然違うでしょうっていうのをまず理解しなくちゃいけない。で、日本のこれが金融、すべての純資産、すみません、金融資産を集めたバランスシートです。左側が上から政府、金融機関、一般企業、家計、まあ、NPO の資産。右側が政府、金融機関、一般企業、家計、NPO の負債ですね。負債。借り入れということです。で、まあ、財務省が問題したのはここなんですね。もう1000兆円ですね。目前ですね。まあ、次の発表の時に超えると思うんですけども。で、まあ、これ別に大した話じゃなくて、なぜなら、このお金を貸してるのって、まあ、国内の金融機関なんです。で、国内の金融機関がなぜお金を貸すかというと、今日は、こういう話なんですよ。これ下が赤い部分が国内の金融機関の、まあ、銀行とかですね、主に預金残高なんです。皆さんの預金こんな書いてます、実は赤い中に。皆さんが銀行に預金をするとこの赤い部分が増えてくるんです。なぜなら預金って銀行にとって借金なんですよ。だって金払うでしょ、皆さんで返してくれ、まあ、引き出しですかね、引き出しに行くと返してくれる。皆さんが徴税して、税金で取って返してもいいですけど、誰に返すの？言わない。例えば、ここに 5.3% の家計が国債を持っていた。まあ、政府のお金を貸してた。将来それが返ってきたときに、誰が返してもらったのか、家計なんですよ、日本の。で、これ、まあ、例えば民間銀行にしても、生命保険にしても、日本の会社なので、まあ、日本の、まあ、徴税して国債返したいんだったらやってもいいですけど、日本の国民から税金を取って日本の企業に返しますという話なんです。これで将来世代の付の付けの先送り、ギリシャの話とは全然違うでしょうって話なんです。ところがこれが怖いなと思うんですけど、要はギリシャは朝日新聞式に言うとね、テレビ朝日式に言うとギリシャは国の借金残高が GDP の 100% くらいだった、それで破綻した。日本は国の借金残高が GDP の 200% 近い、だから破綻するっていうね、こういうさっき今言ったような話全部無視なんでしょ。誰から借りてんの、誰に貸したの、あるいは何に使ったのって話で、何に使ったのっていうのが多分かなり重要かなと思います。まあ、ギリシャの問題はどうせ日本とはっきり言うと何でしょう、全く違うので参考にもならないんですね。で、一つポイントがあるとしたら、さっき言った手当て系、手当て系というのは非常に良くないなと思っています。なぜ今の日本の問題というのが、そもそもデフレギャップというものですよね。デフレですというのが問題ですよ。これに反対する人はあまりいないと思うんですけど、デフレって何ですか、
日本経済が本来持っている供給能力、物を作ったり、サービスを供給したり、提供したりと、そういう能力に対して、現実の、需要が小さすぎる。まあ、需要って何か、GDP なんですね。で、この差がある。この差がある。この差がでかい。いう話。で、この、現実の GDP って何ですかと。いうのがこれですね。まあ、その、さっきの縦棒を横にしただけなんですけど。これは何、日本の GDP、2009年の名目 GDP。まあ、500兆円あったんですけど、2008年まで。随分下がってる。下がってる。まあ、デフレ、リーマンショック。いうものがあったからなんですけど。で、左から個人消費。結構大きいでしょ。で、民間投資。政府の支出というのが三大、支出項目ですね、GDP の。で、輸出輸入はどこに行ったの？これ一応あるんですよ、この輸出輸入は。準輸出っていうのがあるんですけど、ちょっとちっちゃくなっちゃって見えません。で、まあ、要は、日本の GDP って個人消費と民間投資と政府の支出からできてるわけです。はっきり言って。2009年はね、少なくとも。そこで皆さんにそれぞれの意味について考えてください。簡単ですから。個人消費。皆さんが使ったお金です。皆さんが使ったお金。民間の投資。企業が設備投資とかで使ったお金です。政府の支出。政府が使ったお金です。ということなんです。で、私、こういう話をするときに、バリバリに定義をします。何でもします。まあ、それは、さっき、あれないですね。いないけど、幹事長が言ってた話ですね。要は、そういう定義をきちっとしなければ問題の認識もできない。そうである以上解決できないでしょうというのが私の立場ですから、すべて定義します。じゃあ GDP って何ですか？個人消費、民間投資、政府支出の合計です。という話。じゃあ、個人消費なんですか？皆さんが使うお金。民間投資、企業が使うお金。で、政府支出、政府が使うお金です。じゃあ、経済成長って何ですか？という話なんですね。経済成長って、経済を成長させることじゃないですからね。それ日本語をバラバラにしただけだから、そういう話じゃなくて、きっちり定義すると簡単です。GDP を増やすことですよ。GDP を増やすことが景気対策であり、経済成長なんですね。で、これもお分かりでしょうけれども、民主党政権だけじゃないんですけれども、その前の自民党政権の一部もやってましたけど、無駄の削減。非常に言葉がいい響きです。で、まあ、皆さんじゃあ無駄の削減しましょうと。支出を切り詰めて貯金残しましょうと。いいでしょ。皆さん個人がやるのがいいでしょ。でもそれをやると間違いなく、この個人消費減ります。実際減ります。当たり前ですよね。お金を使わないというのが無駄の削減だから。企業、無駄の削減やりましょう。民間投資が減ります。という話です。そして、今の民主党、困ったことに一部の自民党の議員も、まあ、そういう負債がこうあるんですけど、それがね、どんどん溜まっていってるんです。で、なんか、物のわからない、なんとかという教授さんとか、なんとかという評論家さんとかは、貯蓄率が下がってるから、国債は買えなくなる、うんぬん言ってたけど、貯蓄率うんぬん以前に、実際増えてるわけですよ。銀行預金が。これなんでかと、皆さんもお金使わないから。あるいは企業がお金使わないから。で、銀行のビジネスモデルって、私たちから借り入れ、いう形でお金を集めて、それをこちらの青い方、貸し出しという形で他の人に貸して、利回りを稼ぐのが仕事なんですね。銀行の。で、見ていただくとわかるんですけど、これ1989年、ここが1998年。それまでなんとなく高めに行ってたのが、そこでストーンって貸し出し金が減っちゃったんです。銀行からの貸し出し金が減ったんですね。これすごいことで、というか怖いことで。要は、民間企業がもうお金借りません。あるいは住宅ローンも組みません。で、どん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 お金を、借金を返済する。というのがここから始まったわけです。で、結果、それでも銀行には容赦なく預金が溜まってきますので、貸し出しきれない預金、この網掛けの部分。これを預金強化額って言いますけど、これが溜まってったんですよね。溜まってったというか、今も溜まってます。この預金強化額、名古屋市長の河村さんが、ものすごい見事に、命名してましたね。過剰貯蓄。過剰貯蓄。これが問題なんです。結局、日本の問題って。要は、過剰貯蓄があるから、国際金利が今、こんな状況なんですね。これ国際、各国の国際金利。このグループがずっと離れたところを下がってるのが日本。2% 未満ずっと続けてるんですよ。皆さん、金利が安いときって嬉しいでしょうし、個人はそれでいいでしょうけど、国家はそれで困るわけなんです。なぜかというと、国際金利が 2% 未満ってことは、
他の国と比べてそれだけ民間がお金を借りないってことなんですよ。民間の家計でも企業でもいいですけれど、民間の企業とか家計がきちんとお金を借りてくれれば銀行は国債買う必要なんかないんですよ。まあこれが生じない、この過剰貯蓄が生じないということなので、別に国債なんか買う必要ないんですよ。金利をいっぱい払ってくれるところにお金貸し付けた方が得ですから。ところが現実そうなってない。なんでか、デフレだからです。あるいは不景気だからですという話なんですね。で、不景気とかデフレの時に企業がどんどん投資をするわけがない。あとマスコミがですね、日本経済破綻破綻破綻と煽るから個人だって気持ちが萎縮しちゃうでしょ。そうするとお金使わないし、お金使わないしでも現金でそのまま持ってる人はいなくて、普通は銀行に預けますよ。その結果がこれなんですね。どん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 こう銀行金が溜まってくる、銀行の手元に。でも銀行はそのいっぱいこう溜まっていった、なんていうんですかね、強制借金を貸し出し先がないので、この運用の預金超過額というのが溜まっていって、そして国債を買うしかないですよという状況になっている。要は、なんでかこういうことになっているか、デフレだからでしょという話なんですね。デフレだからでしょ。大元の問題はデフレですよということなので、借金残高を云々って、はっきり言って国家の負債とかそういうのを絶対額で見てもあまり意味がありません。なぜならば金利がこう、まあ、今日本は大変、低い寂しい金利ですけど、これが上がったらどうするんだ、国債を刷りすぎて政府がお金借りすぎて、もう上がったら中央銀行に国債を買い入れてもらって金利抑制すればいいだけなんですね。そうするとインフレになるんじゃないかってすぐ言われるんで、いや、インフレにするのが目的ですからって話してるんですね。インフレにすればいいよ最後は。で、ギリシャ、問題のギリシャはこの国債金利がガーッと上がってきました。ここ1ヶ月ぐらいで最高確か 14% ぐらいまでいったんですかね、ギリシャの国債金利。なんか買いたくなってるでしょ1年間に 14% 金利つけてくれる、ギリシャが。それでも買わないの、投資家が。で、普通そこまで金利が上がる前に中央銀行が国債を買い入れて金利抑制するんですよ。日本だってやってますし、アメリカとかイギリスもやってますけど、ギリシャはユーロ加盟国だったのでそれができなかった。欧州中央銀行に金利を抑制する機能を私やってたんですね。自分では何もできない、まあ、そういう状況だったので結局破綻という形になったんですけども、このギリシャと日本を一緒にするのやめてくれという話なんです。でしかも一緒にする時のレトリックがたった一個だけ。皆さんこんにちは。こんにちは、石橋貴明です。本日は土曜日、しかも晴天という絶好のレジャー日和にもかかわらず、暗くてないですかね、かかわらずお越しいただきましてありがとうございます。私今日1時間という時間をいただいてますので、まあ、前半で、まあ、グラフをベースに日本経済の実情というものをご理解いただいて、その上で後半にじゃあどうしたいのか、どうするべきなのかという、まあ、そういうなんですかね、まあ、物語について語りたいと思います。私ですね、よく、まあ、中小企業診断士というのが一応本職ではありますが、今は作家で食べてますけれども、まあ、経済評論家というそういう呼ばれ方もします。黙ったことないんですけど、まあ、経済評論家ですよ、三橋さん。じゃあ三橋さん、日本経済ってどうなるんでしょうって聞かれます。その時私、そんなの知らないよ、どうなるかじゃなくてどうするかだろうっていうわけですね。大体私こういう冷たく返すんですね、性格的に。そうするとグッて思うんだけど、でもそんなの当たり前でしょ、どうなるんだろうっていう話じゃないでしょ。だって皆さん当事者でしょ、他人事のように言わないでください。皆さんが日本経済をどうするかについて考えてくださいという話なんですよ。でもそんな個人の力だと小さいですからどうにもなりませんよ。そんなことありません、そんなことありません。結局日本経済って皆さんの一人一人の活動の集合ですから、集合ですから。別に偉い政治家が何をやれとかやってね、それでまあ動く、そういう国もあるけど、日本は違います。日本はどちらかというと政府が何にもしないで民間がバリバリやってる方がこれまでに成長してきましたし、これからも多分成長していくでしょう。ただし今の状況で民間がガリガリ投資をしますか、個人がどんどん消費をしますかというと、まあ残念ながらそうなってない、データ的になってないですね。これなんでか、まあ遡りますと、まあバブルなんです。バブルが崩壊したからです。
で、バブルが大体ですね、これバブルが崩壊するというのが歴史上何度もありまして、バブルが一回崩壊すると、大体2、30年は借金をしないんですって、みんな。特に企業の経営者さん。これは何でか。要は怖いんですよ、怖いんです。一回はバブルが崩壊したときに、大体資産の価値が暴落して、それで借金だけが残るわけです。これはどんな国もそう。それを返すっていうですね、作業しなくちゃいけないので、まあ、そういう痛い目に遭うと、大体一世代は借金を増やそうとしないそうです。で、まあ日本はまあバブルが崩壊したのが1990年ぐらいなので、まあ、2010年から2020年ぐらいまでには、までは、まあ、ガリガリ行くことはないかな、民間がね。で、まあ、だからその結果今デフレなんですけれども、デフレって要は、みんなの支出、まあお金を使う。これが少ないっていうことなんですね。まあそれは今から説明しますけども。で、なんで少ないのか。まあいろいろ原因あるんですけど、一つはやっぱり、個人、一番お金を使うべき個人が、皆さんが、将来に希望を持てないっていうのは大きいんですよ。大きいんです。で、それなんでかと、いうふうに考えたときは、これはもう、理由は簡単です。マスコミ報道ってやつですね。マスコミ報道というやつがあるわけです。最近流行りのフレーズで、私これ絶対来るなと思ったらやっぱり来ました。日本政府はギリシャのように財政破綻するっていうのがある。こういう言葉、絶対ない、まあね、テレビでみんなが言ってますから聞いてると思うんですけども、ギリシャってすごい国なんですね。何がすごいか。まず政府の借金が7割が外交から借りてる。まあそれはいいですよ。それはいいんだけど、それ何に使ってたか。年金と公務員の給与なんですよ。すごい。で、年金、ギリシャの年金ってすごくてですね、まず受給年齢が58歳。さらに、どのぐらい年金もらえるか。現役世代の 90% 以上。すごいでしょ。しかも公務員。公務員って、労働人口の4分の1が公務員。それもすごいけど、手当が、これまたすごくって、大体月の、毎月の給料の3ヶ月分とかこう渡す。で、その金を、ギリシャ政府がどこから持ってきてたのかっていうのが外国なんですよ。まあ、具体的に言うとフランスとドイツなんですけど、フランスとドイツからユーロ建てでお金を借りて、そのまま国民に渡してたんです。支払ってた。それで今、大変なことになってますけど、これは当たり前でしょ。当たり前でしょ。いや、例えばこれね、大事なポイントは、公務員への給与とか、年金とかって、それは個人は、もらった個人は喜ぶけど、経済成長とは何の関係もないんですよ。ないんです。そのまま貯蓄で眠ってたら、GDP 1円も増えないんです。そうじゃないでしょうと。もしギリシャが、例えばフランスは、ギリシャに8兆円お金貸してます。実はこのぐらいなんですけど、そのお金を景気を拡大させる、あるいは経済成長をするための投資というものにお金を使っていたら、結果的に経済が成長していって、今のような状況にはならなかったはずなんですね。ギリシャ一番良くないやり方した。要は外国からお金を借りてあげく、手当というもので支払ってた。で、この手当というのは恐ろしいもので、要はもらってる方からすれば特権なんですよ。はっきり言って。それで何が起きるか。まあ、その手当を削減しようとすると、猛反対が起きるんですね。まあ、当たり前ですけど。で、今年金58歳で受給開始だったんだけど、まあ、68歳に上げたんですね。まあ、それでもデモとか起こってますけど、もっとすごいのが公務員の方で、公務員の組合というのがものすごく強くてですね、力が。それギリシャでした。で、一つの、公務員の組合と、労働組合と、もう一つの民間の労働組合、まあ二つ。二つの労組が動くだけで、労働人口の半分が動くんですよ。日本でいうと3300万人がデモするってことですよ。それが実際何回も起きてるね。で、なんでデモしてるか。要は反対してるわけです。ギリシャ政府が、例えばさっきの公務員の手当 2ヶ月分、3ヶ月分をやめますとかね。給料削ります。年金を減らします。受給年齢を遅くしますと言うと、猛反対してるわけですね。で、そういう政治的圧力。だってあれですよ、労働人口の半分が軽く動くんですからね。それに耐えられる政治家っていませんから、結局ズルズルとなっています。という話なんですけど。しかも、今回、もう危機が破綻という形になって、IMF と欧州がお金を貸すと。いう形で、まあ、支援したんですけど、しようとしてます。まあ、1回目したのかな、したんですけど、その条件が緊縮財政。要は、日本の財務省が大好きな、お金を使うのを削って、そして返してくれるという話なんですね。
まあ、それ自体は真っ当だからいいんだけど、でそれに反対するデモがわーっと起きてるわけですね、今。そしてその反対デモの先頭に立っているのがギリシャの財務省の役人さんたちですから、これでどうするっていうんですかって話なんね。それだって財務省の役人だって公務員ですから、当然自分たちの手当が減らされる、猛反対と、そういう国だってことなんです、ギリシャは。でよく朝日新聞は国の借金について将来世代のツケの先送りって言いますよね。まあ、日本については当てはまらないと後で説明するけど、ギリシャについてこれ当てはまっちゃうんですよ、恐ろしいことに。よく考えてみてください。今皆さんが政府から年金とかをもらいましたと、公務員の給料をもらいました、今の皆さんが。そしてその財源が外国でした、まあ、どこでもいいですよ、アメリカでもどこでもいいですけど、アメリカから借りて皆さんに払いました、10年後破綻しました、じゃあ緊縮財政ですねと言った場合に誰が返すのか、皆さんです。で誰に返すの、アメリカです。ということで過去に皆さんが所得移転という形で受けた恩恵、ベネフィット、まあお金、それを将来外国人にキリキリ切り詰めて返すよっていう話なので、ギリシャの場合は見事に朝日新聞式の将来世代への知見を先送りになってるわけですね、なってますか。で日本の場合どうかという話なんですけど、日本の場合はまあ、こういう、これ日本の国債の保有者別仕分けなんですけど、まあ、見たことあると思うんですけど、誰が政府にお金を貸しているか、あるいは政府が誰にお金を借りているか、36.4% が民間銀行なんですね。まあ、民間銀行で国内の民間銀行。で、19.8% が生命保険、損害保険。12% 社会保障基金。これは政府ですね。あの国民年金とか厚生年金。で、日銀、年金基金。企業ですね、これ、企業年金。やっと外国人が 6.1%、 まあなんか 94% 日本の国内の機関投資家もしくは個人、まあ個人ってもこれだけしかないんですけど、ね、5% だけただお金を政府が借りてるわけで、これを将来返すときに、まあいいでしょ、あの財務省方式で朝日新聞方式ないんで、そのまま貯蓄で眠ってたら GDP 1円も増えないんですよ。そうじゃないでしょうと。もしギリシャがその例えばフランスはギリシャに8兆円お金貸してます、実はこのぐらいなんですけど、そのお金を景気を拡大させる、あるいは経済成長するための投資というものにお金を使っていたら、結果的に経済が成長していって、今のような状況にはならなかったはずなんですね。だギリシャ一番良くないやり方した、要は外国からお金を借りてあげく手当というもので支払ってた。でこの手当というのは恐ろしいもので、要はもらってる方からすれば特権なんですよ、はっきり言って。それで何が起きるか、まあ、その手当を削減しようとすると猛反対が起きるんですね、まあ、当たり前ですけど。で今年金58歳で受給開始だったんだけど、まあ、68歳に上げたんですね、まあ、それでもデモとか起こってますけど、もっとすごいのが公務員の方で、公務員の組合っていうのがものすごく強くてですね、力が、それギリなんですよ。で一つの公務員の組合と労働組合と、もう一つの民間の労働組合、まあ、二つの労組が動くだけで、労働人口の半分が動くんですよ。日本でいうと3300万人がデモするってことですよ。それが実際何回も起きてるね。で、なんでデモしてるか。要は反対してるわけです。ギリシャ政府が、例えばさっきの公務員の手当 2ヶ月分、3ヶ月分をやめますとかね。給料削ります。年金を減らします。受給年齢を遅くしますと言うと、猛反対してるわけですね。でそういう政治的圧力。だってあれですよ、労働人口の半分が軽く動くんですからね。それに耐えられる政治家っていませんから、結局ズルズルとなっています。という話なんですけど。しかも、今回、もう危機が、まあ、破綻という形になって、IMF と欧州がお金を貸すという形で、まあ、支援したんですけど、しようとしてます。まあ、1回目したのかな、したんですけど、その条件が緊縮財政。要は、日本の財務省が大好きな、お金を使うのを削って、そして返してくれるという話なんですね。まあ、それ自体は真っ当だからいいんだけど、で、それに反対するデモがわーっと起きてるわけですね、今。そして、その反対デモの先頭に立っているのが、ギリシャの財務省の役人さんたちですから。これでどうするっていうんですかって話なんね。それだって財務省の役人だって公務員ですから、当然自分たちの手当が減らされる、猛反対と、そういう国だってことなんです、ギリシャは。
で、よく朝日新聞は国の借金について将来世代のツケの先送りって言いますよね。まあ、日本については当てはまらないと後で説明するけど、ギリシャについてこれ当てはまっちゃうんですよ。恐ろしいことに。よく考えてみてください。今皆さんが政府から年金とかをもらいましたと。公務員の給与をもらいました。今の皆さんが。そして、その財源が外国でした。まあどこでもいいですよ。アメリカでもどこでもいいですけど、アメリカから借りて皆さんに払いました。10年後、破綻しました。じゃあ、緊縮財政ですね、と言った場合に、誰が返すのか。皆さんです。で、誰に返すの？アメリカです。ということで、過去に皆さんが所得移転という形で受けた恩恵、ベネスト、まあお金、それを将来外国人にキリキリ切り詰めて返すよっていう話なので、ギリシャの場合は見事に朝日新聞式の将来世代への付けの先送りになってるわけですね。なってますか。で、日本の場合どうかという話なんですけど、日本の場合は、まあこういう、これ日本の国債の保有者別っていうわけなんですけど、まあ見たことあると思うんですけど、多分。誰が政府にお金を貸しているか、あるいは政府が誰にお金を借りているか、36.4% が民間銀行なんですね。まあ民間銀行で国内の民間銀行。で、19.8% が生命保険損害保険。12% 社会保障基金。これは政府ですね。あの、国民年金とか厚生年金。で、日銀、年金基金。企業ですね、これ。企業年金。やっと外国人が 6.1%。まあ、なんか 94%。日本の国内の機関投資家、もしくは、個人。まあ、個人ってここだけしかないんですけど、ね、5% だけ。ただお金を政府が借りてるわけです。で、これを、将来返すときに、まあいいでしょ。あの、財務省方式で、朝日新聞方式で、皆さんが徴税して、税金で取って返してもいいですけど、誰に返すの？言わない。例えば、ここに 5.3% の家計が国債を持っていた。まあ、政府のお金を貸してた。将来それが返ってきたときに誰が返してもらったのか、家計なんですよ、日本の。で、これ、まあ、例えば民間銀行にしても、生命保険にしても日本の会社なので、まあ、日本の、まあ、徴税して国債返したいんだったらやってもいいですけど、需要がこう大きくなっちゃって、あるいはこっちが進むんですけど、この赤と青が逆転してるとき、高さが。現実の GDP がここより大きくなっちゃってるって時は、供給が間に合わないってことなんですよ。生産やサービスの供給が間に合わない。そういう時に、まさに無駄の削減をやるべきなんです。政府はもう金使わないということで、これがここまで伸びていたら、これの一部が政府の支出なんだから、それをガリ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 削っていけばいいわけですね。そしてバランスすると。要はインフレの時にやりなさいってことなんです、無駄の削減は。デフレの時にやっても、ただ問題が悪化するだけでしょ。という話。で、どうやら、今の面白財務大臣さんは、その財政出動が必要ですと。つまり、ここを膨らます必要がありますよというだけはようやく理解したようなんですけど、ちょっと前までね、この政府の支出をガリガリ削ってって、官僚さんに、ハンさん、そんなことやったらマイナス成長になりますよって言われて、無駄の削減でマイナス成長ってどういうことって言って、そういう人なんですけど、まあ、要は何も知ってなかったんだけど、今は理解して、みそと遅いですね、何度も言ってる勉強して、覚えるまでが。片山さんもそうだけど。ここを膨らませましょうということは分かった。これは理解した。で、財政出動をしましょうよということなんだけど、じゃあそのお金どっから持ってくるのっていう話が消費税の増税。ここを減らすでしょ、消費税の増税は。ここの個人消費を痛めつけて政府の支出を増やして、何をしたいんだ一体という話なんですね。で、民主党この、なんでしょう、私式に言うと、GDP を削って景気対策するというのが大好きで、発想的に。前やってたのが、まあ、今もやってますけど、子供手当、まあ、子供手当ね、私はっきり言いますけど、個人消費への拡大効果がゼロな状況はないんですよ。全然ないんです。ないんだけど、まあ、低いなとは思っています、今の状況を見ていると。プラス問題なのが、その財源が公共投資の削減、ここね、公共投資。これをガリガリ削って、こっちに持ってきますよって話なんですけど、まあ、うまくいけばいいですね、まあ、本当に他の国のことだったらね、それで済ませたいんですけど。ダメだけど済ませられないので、こういうことやってますけど、そういうふうに何かを削ってどっかに持ってくるって発想が大事なんです、彼らは。ただそれで、景気対策とか経済成長を達成した国って歴史上ありませんからね。ありません。それは当たり前でしょって話。なぜここを削る、あるいはこっちを削るって話なんです。要は借金借金というのが、ずっと民主党も言ってたので、引っ込みがつかなくなってるんでしょうけども、さっきギリシャ、外国から借りてたお金、政府が。まあ8割、7割かな、76% ぐらい
外国から借りてきた。具体的にはドイツとフランス、フランスの方です、ちなみに。それと日本は全然違うでしょうっていうのをまず理解しなくてはいけないで、日本のこれがあの金融、全ての純資産、すみません、金融資産を集めたバランスシートです。左側が上から政府、金融機関、一般企業、家計、まあ、NPO の資産、右側が政府、金融機関、一般企業、家計、NPO の負債ですね、負債、借り入れということです。でまあ、財務省が問題したのはここなんですね。もう1000兆円、1000兆円ですね、目前ですね。まあ、次の発表の時に超えると思うんですけども。で、まあ、これ別に大した話じゃなくて、なぜなら、このお金を貸してるのって、まあ、国内の金融機関なんです。で、国内の金融機関がなぜお金を貸すかというと、今日はこういう話なんですよ。これ、下が、赤い部分が、国内の金融機関の、まあ、銀行とかですね、主に。預金残高なんです。皆さんに預金、こんな書いてます、実は赤い中に。皆さんが銀行に預金をすると、この赤い部分が増えてくるんです。なぜなら、預金って銀行にとって借金なんでしょう。だって金払うでしょ、皆さん。で、返してくれ。まあ、引き出しですかね。引き出しに行くと返してくれる。まあ、そういう負債がこうあるんですけど、それがね、どんどん溜まってってるんです。で、なんか、物のわからない、何とかという教授さんとか、何とかという評論家さんとかは、貯蓄率が下がってるから国債を買えなくなる、うんぬん言ってたけど、貯蓄率うんぬん以前に実際増えてるわけですよ。銀行預金が。これなんでかと、皆さんがお金使わないから。あるいは企業がお金使わないから。で、銀行のビジネスモデルって、私たちから借り入れという形でお金を集めて、それをこちらの青い方、貸し出しと。いう形で他の人に貸して利回りを稼ぐのが仕事なんですね、銀行の。で、見ていただくと分かるんですけど、これ1989年、ここが1998年、それまでなんとなく高めにいってたのが、そこでストーンって貸し出し金が減っちゃったんです。銀行からの貸し出し金が減ったんですね。これすごいことで、というか怖いことで、要は民間企業がもうお金借りません、あるいは住宅ローンも組みません。皆さんこんにちは。こんにちは、市橋貴明です。本日は土曜日、しかも晴天という絶好のレジャー日和にもかかわらず、雨降ってないですよね、かかわらずお越しいただきましてありがとうございます。私今日1時間という時間をいただいてますので、まあ、前半で、まあ、グラフをベースに日本経済の実情というものをご理解いただいて、その上で後半にじゃあどうしたいのか、どうするべきなのかという、まあそういう、なんですかね。まあ物語について語りたいと思います。私ですね、よく、まあ、中小企業診断士というのが一応本職ではありますが、今は作家で食べてますけれども、まあ経済評論家という、そういう呼ばれ方もします。黙ったことないんですけど。まあ経済評論家ですよ、三橋さん。じゃあ三橋さん。日本経済ってどうなるんでしょうって聞かれます。その時私、そんなの知らないよ。どうなるかじゃなくて、どうするかだろうっていうわけですね。大体私、こういう冷たく返すんですよ、性格的に。そうするとグッて思うんだけど、でも、そんなの当たり前でしょ。どうなるんだろうっていう話じゃないでしょ。だって、皆さん当事者でしょ。他人事のように言わないでください。皆さんが日本経済をどうするかについて考えてください。という話なんですよ。でも、そんな個人の力だと、小さいですから、どうにもなりませんよ。そんなことありません。そんなことありません。結局、日本経済って皆さんの一人一人の活動の集合ですから、集合ですから、別に偉い政治家が何をやれとかやってね、それでまあ動く、そういう国もあるけど、日本は違います。今どちらかというと、政府が何にもしないで、民間がバリバリやってる方が、これまでに成長してきましたし、これからも多分成長していくでしょう。ただし、今の状況で、民間がガリガリ投資をしますか、個人がどんどん消費をしますかというと、まあ残念ながらそうなってない。データ的になってないんですね。これなんでか。まあ遡りますと、まあバブルなんです。バブルが崩壊したから。で、バブルが大体ですね、これバブルが崩壊するというのは歴史上何度もありまして、バブルが一回崩壊すると、大体2、30年は借金をしないんですって、みんな。特に企業の経営者さん。これはなんでか。要は怖いんですよ。怖いんです。一回はバブルが崩壊したときに、大体資産の価値が暴落して、それで借金だけが残るわけです。これはどんな国もそう。
で、それを返すっていうね、作業しなくちゃいけないので、まあ、そういう痛い目に遭うと、大体一世代は借金を増やそうとしないそうです。で、まあ、日本はまあバブルが崩壊したのが1990年ぐらいなので、まあ、2010年から2020年ぐらいまでには、までは、まあ、ガリガリ行くことはないから、民間がね。で、まあ、だからその結果今デフレなんですけれども、デフレって要は、みんなの支出、まあお金を使う。これが少ないっていうことなんですね。まあそれは今から説明しますけども。で、なんで少ないのか。まあいろいろ原因あるんですけど、一つはやっぱり、個人、一番お金を使うべき個人が、皆さんが、将来に希望を持てないっていうのは大きいんですよ。大きいんです。で、それなんでかと。いうふうに考えたときは、これはもう、理由は簡単です。マスコミ報道ってやつですね。マスコミ報道というやつがあるわけです。最近流行りのフレーズで、私これ絶対来るなと思ったらやっぱり来ました。日本政府はギリシャのように財政破綻するっていうのがある。こういう言葉、絶対ない、まあね、テレビでみんなが言ってますから聞いてると思うんですけども、ギリシャってすごい国なんですね。何がすごいか。まず政府の借金が7割が外国から借りてる。まあそれはいいんですよ。それはいいんだけど、それ何に使ってたか。年金と公務員の給与なんですよ。すごい。で、年金、ギリシャの年金ってすごくてですね、まず受給年齢が58歳。さらに、どのぐらい年金もらえるか。現役世代の 90% 以上。すごいでしょ。しかも公務員。公務員って、労働人口の4分の1が公務員。それもすごいけど、手当が、これまたすごくって、大体月の、毎月の給料の3ヶ月分とかこう渡す。で、その金を、ギリシャ政府がどっから持ってきてたのかっていうのが外国なんですよ。まあ、具体的に言うとフランスとドイツなんですけど、フランスとドイツからユーロ建てでお金を借りて、そのまま国民に渡してたんですよ。支払ってた。それで今、大変なことになってますけど、これは当たり前でしょ。当たり前でしょ。いや、例えばこれね、大事なポイントは、公務員への給与とか、年金とかって、それは個人は、もらった個人は喜ぶけど、経済成長とは何の関係もないんですよ、今日。日本の国民から税金を取って、日本の企業に返します。っていう話なんです。これで、将来世代の、知恵の先送り、ギリシャの話とは全然違うでしょう、って話なんです。ところが、これが怖いなと思うんですけど、要はギリシャは、朝日新聞式に言うとね、テレビ朝日式に言うと、ギリシャは、国の借金残高が GDP の 100% ぐらいだった。それで破綻した。日本は、国の借金残高が GDP の 200% 近い。だから破綻するっていうね。こういうさ、今言ったような話、全部無視なんでしょ。誰から借りてんの？誰に貸したの？あるいは何に使ったの？話。で、何に使ったのっていうのが多分かなり重要かなと思います。まあ、ギリシャの問題はどうせ日本とはっきり言うと、なんでしょう。全く違うので参考にもならないんですね。で、一つポイントがあるとしたらさっき言った、手当系。手当系というのは非常に良くないなと思っています。なぜ、今の日本の問題というのがそもそも、デフレギャップというものですよね。デフレですというのが問題です。これに反対する人はあまりないと思うんですけど、デフレって何ですか？日本経済が本来持っている供給能力、物を作ったり、サービスを供給したり、提供したりと、そういう能力に対して、現実の、需要が小さすぎる。まあ、需要って何か、GDP なんですね。で、この差がある。この差がある。この差がでかい、という話。で、この、現実の GDP って何ですか、というのがこれですね。まあ、その、さっきの縦棒を横にしただけなんですけど、これは何？日本の GDP、2009年なんです。名目 GDP。まあ、500兆円あったんですけど、2008年まで。随分下がってます。下がってます。まあ、デフレ、リーマンショックというものがあったからなんですけど。で、左から個人消費。結構大きいでしょ。で、民間投資。政府の支出というのが三大、支出項目ですね、GDP の。で、輸出輸入はどこに行った？これ一応あるんですよ、この輸出輸入は。純輸出っていうのがあるんですけど、ちょっと小さくなっちゃって見えません。で、まあ、要は、日本のGDP って個人消費と民間投資と政府に支出からできてるわけです。はっきり言って。2009年はね、少なくとも。そこで皆さんにそれぞれの意味について考えてください。簡単ですから。個人消費。皆さんが使ったお金です。皆さんが使ったお金。民間の投資。企業が設備投資とかで使ったお金です。政府の支出。
政府が使ったお金ですということなんです。で、私、こういう話をするときに、バリバリに定義をします。何でもします。まあ、それは、さっき、いないよ、幹事長が言ってた話ですね。要は、そういう定義をきちっとしなければ、問題の認識もできない。そうである以上、解決できないでしょうというのが、私の立場ですから、すべて定義します。じゃあ、GDP って何ですか？個人消費、民間投資、政府支出の合計です。という話。じゃあ、個人消費なんですか？皆さんが使うお金。民間投資、企業が使うお金。で、政府支出、政府が使うお金です。じゃあ、経済成長って何ですか？という話なんですね。経済成長って、経済を成長させることじゃないですからね。それ日本語をバラバラにしただけだから、そういう話じゃなくて、きっちり定義すると簡単です。GDP を増やすことですよ。GDP を増やすことが景気対策であり、経済成長なんですね。で、これもお分かりでしょうけれども、民主党政権だけじゃないんですけれども、その前の自民党政権の一部もやってましたけど、無駄の削減、非常に言葉がいい響きです。で、まあ、皆さんじゃあ無駄の削減しましょうと。支出を切り詰めて貯金残しましょう。いいでしょ。皆さん個人がやるのがいいでしょ。でもそれをやると間違いなく、この個人消費減ります。実際減ります。当たり前ですよね。お金を使わないというのが無駄の削減だから。企業、無駄の削減やりましょう。民間投資が減ります。という話です。そして、今の民主党、困ったことに一部の自民党の議員もまだ言ってますけど、無駄の削減をしましょう。じゃあ政府の支出が削られますね。要は政府がお金を使わないようにしましょうね。だからここが減りますね。どうするんですかって話なんですよ。どうするんですかという話。これですね、よくよく考えてほしいのは、いつも別に無駄の削減が悪じゃないんですよ。これさっきデフレギャップという形でお見せしましたけど、こちらが今の供給能力です、日本の。こっちは現実の GDP です、需要です。で、これの差があるので困ってます。デフレギャップ。ということでデフレになってるわけですけど、ここで政府がバリバリ支出を削ったらこれが減っていくだけだからデフレギャップ悪化するでしょ。そんな当たり前の話。で、そうじゃない状況っていうのもあるわけです。で、どん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 お金を、借金を返済するというのがここから始まったわけです。で、結果、それでも銀行には容赦なく預金が溜まってきますので、貸し出しきれない預金、この網掛けの部分。これを預金強化額って言いますけど、これが溜まってったんですよね。溜まってったというか、今も溜まってます。この預金強化額、名古屋市長の川村さんが、ものすごい見事に、命名してましたね。過剰貯蓄。過剰貯蓄。これが問題なんです。結局、日本の問題って。要は、過剰貯蓄があるから、国債金利が今、こんな状況なんですね。これ国債、各国の国債金利。このグループがずっと離れたところを下がっているのが日本。2% 未満ずっと続けてるんですよ。皆さん、金利が安いときって嬉しいでしょうし、個人はそれでいいでしょうけど、国家はそれで困るわけなんです。なぜかというと、国債金利が 2% 未満ってことは、他の国と比べてそれだけ民間がお金を借りないってことなんですよ。民間の家計でも企業でもいいですけれど、民間の企業とか家計がきちんとお金を借りてくれれば、銀行は国債買う必要なんかないんですよ。まあこれが生じない。この過剰貯蓄が生じないということなので、別に国債なんか買う必要ないんですよ。金利をいっぱい払ってくれるところにお金貸し付けた方が得ですから。ところが現実そうなってない。なんでか。でもデフレだからです。あるいは不景気だからです。という話なんですね。で、不景気とかデフレの時に、企業がどんどん投資をするわけがない。あとマスコミがですね、日本経済破綻破綻破綻と煽るから、個人だって気持ちが萎縮しちゃうでしょ。そうするとお金使わないし。お金使わない人も現金でそのまま持ってる人はいなくて、普通は銀行に預けますよ。その結果がこれなんですね。どん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 こう、預金が溜まってくる銀行の手元に。でも、銀行はそのいっぱい、こう、溜まっていった、なんていうんですかね、強制借金。強制借金を貸し出し先がないので、この預金超過額というのが溜まっていって、そして国債を買うしかないですよ、という状況になっている。要は、なんでか、こういうことになっているか、デフレだからでしょ、という話なんですね。デフレだからでしょ。大元の問題はデフレですよ、ということなので、借金残高を生んで、はっきり言って、国家の負債とか、そういうのを絶対額で見てもあまり意味がありません。なぜならば、金利がこう、まあ今、
日本は大変、低い寂しい金利ですけど、これが上がったらどうするんだ、国債を刷りすぎて政府がお金借りすぎて、もう上がったら中央銀行に国債を買い入れてもらって金利抑制すればいいだけなんですね。そうするとインフレになるじゃないかってすぐ言われるんで、いやインフレにするのが目的ですからって私言うんですね。インフレにすればいいよ最後は。でギリシャ、問題のギリシャはこの国債金利がガーッと上がってきました。ここ1ヶ月ぐらいで最高確か 14% ぐらいまでいったんですかね、ギリシャの国債金利。なんか買いたくなってるでしょ1年間で 14% 金利つけてくれるギリシャが。それでも買わないの投資家が。で普通そこまで金利が上がる前に中央銀行が国債を買い入れて金利抑制するんですよ。日本だってやってますし、アメリカとかイギリスもやってますけど、ギリシャはユーロ加盟国だったのでそれができなかった。欧州中央銀行に金利を抑制する機能を渡しやってたんですね。自分では何もできない、まあ、そういう状況だったので結局破綻という形になったんですけども、このギリシャと日本を一緒にするのやめてくれという話なんです。でしかも一緒にしている時のレトリックがたった1個だけ、政府の負債残高を GDP と比べてギリシャは1倍、日本は2倍だから破綻する。真面目にやってくれよって本当に言っただけですよね。そうじゃないと問題の正しい認識ができません。マスコミはいいですよ。煽ってればさ、それでお金もらえるかもしれないけど、でも評論家だってお金もらえるかもしれないけど、迷惑を被るのは私たち国民なんですから、国民に正しい情報を伝えるのが本来のマスコミの仕事でしょうし、あるいは政治家の役割でしょう。ところが誰もやらない。で、問題の認識がみんな間違ったっていうので、これは問題解決するわけがないなと思いました。ところが私って、こういうのって別に、だからダメなんだって思うことは決してなくて、単にニーズだと思いますから。要はそういう正しい情報を皆さんにお届けしていけば、これはビジネスになるだろうし、あるいは就業力、票を、何でしょう、獲得するというか、政治力にもなってくるだろうと思ったので、今やってるわけなんですけれども、ちょうど30分なので、ここから先の話をしたいと思うんですけれども、実は、先の話と過去の話なんですけど、これですね、恐ろしい図が一枚あります。